ブリッジ原作者の久保太人です。前のテレビシリーズが終わることが決まってから多分書き始めてるはずなんですね、時期的に。で、えっと、テレビシリーズをやってる間は、えー、テレビで放映できなければいけないなという気持ちがちょっとありつつ書いてたので、ちょっと抑えめに 表現してた部分、あの、バトルでしたととか、そういうのを、あの、戦年消では、何も気にしなくていいんだなっていう感じで書いてたので、だから逆に、あの、アニメにするときちょっと残酷になっちゃうんじゃないかなっていう心配をしてて、それでカットされたら嫌なと思ったんですけど、多分この、戦略戦編では、その辺をカットせずに、原作通りにやってもらえる形になってくれますので、 それがすごく個人的には楽しみですね。新聞編だったかな結構僕個人は、あの、あまりオリジナルシリーズってあんまり期待してなかったんですけど、それを全然覆す感じで、カット割りとか演出とかすごくいい部分がいくつか、いくつもあって、で、そういうところが気に入ってますね。 千年決戦編では、ま、作画も、そうだし、色彩も、あの、旧作のアニメにない形で、すごく現代的な色彩になるようにしてほしいっていうふうに注文をつけて、で、何度もこうやりとりをして、色彩自体を決めているので、でも画面も、あの、新しい感じになってるんじゃないかなと思います。 シナリオなんかも、あの、原作を僕15年で終えて決めてたので、で、そこの間に、こう、最終章で結構キャラクターが多くて、で、バトルの要素を結構削ったところが多かったんですね。で、そういうのを、あの、いくつもできるだけ入れ込めればいいなと思って協力して今やってるところです。 えっと、言う派は派と厳サ祭のバトルですかね。そこは、多分今、あのー、見せてもらってる感じだと、すごくいい出来になるんじゃないかなと思ってるので、そこまずは楽しみにしてもらいたいなというのと、あとは、さっき原作で結構端折ったって言ってた、えー、バンビーズの戦いについて、あの結構いろいろ、 全キャラクター、それぞれ、バトルのアイディアだとか、姿だとかを追加してデザインして、で、向こうに渡しているので、その辺は、多分面白くしてもらえるんじゃないかなと期待してます。参加具合は、えっと、本当に、 端から端まで参加してるって言っていいぐらい参加してると思います。ほん、なんだろうな。個人的には本当は、えっと、あんまり別のメディアのものに口を出したくない派なんですけれども、あのー、向こうの方の仕事を奪ってしまうっていう感覚があって。なんですけど、今回はなんだろう、原作の雰囲気をできるだけ出すことがファンのためでもあると思って、で、できるだけ参加するようにしています。 でも、あの、それこそ監督だとか、あのシナリオの平松さんだとかの、あの、原作への理解とかすごく深くて、でそれで、こちらとしてはすごくやりやすくて助かってますね。